で、これもなんで差分なの、死方のくせにって思った人わからないですね。お腹が大きくなるのはあの人間もそうですけど、あるところから急に大きくなってきたりしますよね。なのでなかなかね、まだ今の段階ではわからないんですけど、あの交尾をした後から発情が来なくなったので、まあおそらく妊娠するだけということで、キリンの妊娠期間っていうのはなかなか長くてですね、1年3ヶ月かかるんですよ。だから420とかで言われてますから、まだまだ多分来年の今頃にうまくいくと出産があるかもしれないので、まあ長い年齢で言うので、ということで、まあ今日はですね、先ほどあのフレームに見れましたので、お話もできたかなと思いますけども、キリンのことね、皆さん知ってもらいたいと思います。ぜひですね、最初にお話ししたんですけども、キリンだけじゃないんですけど、ね、カメラばっかりじゃなくて、もう勇気を持ってポケットとかカバンにスマホしまって、動物を見てもらった方が、よりたくさん、より深く動物たちを感じてもらえるんじゃないかなと思いますので、ね、まあ、寒いんですけども、動物のことね、今日は見るだけじゃなくて感じてもらえるということで、あと今日は、雪明かりの動物園ということで、この後8時半まで動物園やってますけど、そこから8時半までいる人って相当満足な方です。今いる方は夜の動物園ないんじゃないかなと思いますけど、夜のですね5時、6時ぐらいからあのキャンドルに